一陣の秋の風が解き放たれて、神門通りを大鳥居に向かって駆け降りていきます。駒沢とアジアということになってきます。1区のランナー、今姿を捉えることができました。駒沢大学、内田孝政。わーっと大きな歓声が沸き起こる。今タスキの渡し、手元の時計で23分28秒。去年は3位に入りました神奈川が、この下里2区で先頭に今並びかけます。行く先に待つのは各校のエース級ランナー。第2中継所から飛び出して3区で28秒を握るのは、経験とプライドが若さと勢いか、まず神奈川が行った。神奈川はエースの吉村、さらに差を広げています。神奈川の吉村直里です。吉村がスパートをかけます。さあ、あと一息だ。今神奈川大学がタスキリレーを行いました。今2位グループ3人が並ぶような形、小さなアップダウンを繰り返しながら中継所へと向かっていきます。4区は 6.5 キロ。クラウドブルーのタスキを今3年生の島田から藤本隆、同じく3年生に今トップでタスキが渡りました。神奈川大学トップでタスキ渡し。だいぶ詰まってきました。藤本の表情も歪んできています。神奈川大学第7回大会以来7年ぶり、この最終中継地点トップのタスキリレー、今タスキが渡りました。一人これ別物ですね。もうピッチがまるで違います。モカンバの驚異的な追い上げ、山梨学院大学。さあ捉えます。モカンバ神奈川大学を山梨学院大学が捉えます。この区間山梨が5連覇の3回大会から7回大会までおつおり通り、まやか街道と言われたこの先輩たちが礎を築いたこの道のりで、後輩のモカンバが先頭に一気に立ちます。7年ぶり6回目の出雲駅伝制覇へ、さああと 100m になりました。ゴールテープが見えています。オンベテモカンバ完全なる優勝、そして見事な逆転勝ち。山梨学院大学7年ぶり6回目出雲駅伝の制覇です。山梨学院大学アンカーモカンバ、最後はぶっちぎりの勝利となりました。